ほとんどの人はコピーしてるだけみたいな、本当に思想あんのかみたいな、ほとんどの人はもう用意書してるだけですね。もうただなんか自分たちを崇めたり、自分たちの組織を批判は全部デマ、俺たちは素晴らしいんだっていうふうに正当化したいだけの、もうそういう組織にしか もはや見えない。どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、最も嫌われている医者の宇見悟先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、なかなか宇見先生も最近面白いことをされているようで、これ政治系の動きですか、市民が作る政治の会っていうのを立ち上げられたと。はい、市政の会っていうんですけど、市政の会は5年もう6年近くですかね、前に立ち上げて、地方政治家と連携するっていうモデルで作ったものなんですよ。まあ、一応まあそれに代表させてもらってるっていう感じなんですけど、今年地方選挙で最もでかい選挙があると、去年は、統一地方選挙があったので、何人も候補出したんですけど、そういうのもあって新しくチラシを作って情報配信させてもらってるっていうのが今流れてますね。なるほど。ということはちょっとでかい政治的な動きとかをこれからしようかなみたいな、そういうこともあり得る。まずはね、市政の会自体は今までは統一地方選に10人ちょっとぐらい候補者出して、連携とかだと30人ちょっとぐらい出したっていうのがあるわけなんですけど、今年の7月7日にね、東京都知事選挙っていうのがあってですね、そのね、東京の今都政のね問題っていうのを7月7日までにずっと訴えてるという次第なんですけど、いやただ訴えてるだけじゃねみたいなのもあって、なんかしようと思ってます。結構大ヒントなんかしようとは思ってます。しようと思ってるんですけど、選挙って法律うるさいんですよ、だから匂わせ戦法じゃないと。なるほど。そんなことばっかりやっているっていうのが今の状況ですかね。わかりました。じゃあ今日はですね、ちょっと東京を一望しながら、いいとこですね、ここ。しかし東京の闇も暴きつつ、いろんな問題暴いていきたいなと思います。最近で言うと、政治関係で言うと、宇見先生も仲良くされている吉野先生とか、参政党を辞められましたけれども、ここら辺参政党とかは宇見先生、その初期の頃とか今とか、吉野先生もゴレンジャー辞められてとか、どんなことを感じてらっしゃいますか。あんま言うとね、またねワイワイ湧いてくるんで、ぶっちゃけ鬱陶しいんですけども、その最初にできた時はね、応援してました、で応援してたっていろいろどこでも書いてたつもりだし、ゴレンジャーのうちの3人の人は一応もう前、その前から知ってた人でもありますから、だからそういうのもあってね、応援してたと。で僕らは政党ではないですけども、政治団体としてこう地方議員をね、どんどん作っていく、無所属の議員さんとかといろいろとこうつるんでいくようなイメージだったんですが、参政党さんはその国政から始めたところがあるので、まず範疇というかあれが違うわけですよね、だから、そういう意味では頑張ってと思ってました。しかし過去形と言わざるを得ないですね。過去形、なるほど。その後もいろいろと、僕のね知り合いの人もいっぱい参政党の幹部やってたんですよ、支部長とか理事長も含めて、議員になった人もいっぱいいますし、組織だからいろいろと揉めるということがあるのはしょうがないと思うんですよ、そこはもうある程度目をつぶりながら様子を見てて、それでもまだそれが許されたのは大体統一地方選前ぐらいであれですかね、で結局統一地方選が終わって全国に100人以上の議員さんができたということになるわけです。から一気におかしくなったような気がしますね。なるほど。統一地方選後に参政党はちょっとおかしくなってしまった、で結局この番組も武田さんも出たっていうふうに聞いてますけど、武田さんねかなり熱弁してましたけど、受かったね新しい議員っていう人は政治経験とかもほとんどない人ばっかりっていうのがあって、ほとんどの人は結局コピーしてるだけみたいな感じで、本当に思想あんのかみたいな。なるほど。参政党の一応理念をコピーしていってるけど、本当にあんのかみたいな、結局今見ててもそうなんですけど、もうほとんど人もよいしょしてるだけですね。今のトップというか運営とかやり方とか、矛盾点とか指摘されてる問題点とか、まともにこう取り合う気がないっていう、とにかく外でねたくさんの人が辞めて、たくさんの、山ほどの人が今までの、最初の幹部でもそうだし、超クラスの人 も, もうね
何十人もそうだし、教育係とか人もそうで、はい、会ったことないんですけど、そういう風な人たちもみんな辞めてったっていう、その指摘ってほぼほぼ共通してるっていうことなのに、全然その問題に対して目を向けずに、全部捏造、全部デマだみたいな、もうむちゃくちゃですよね、うん、はっきり言って、うん、それで僕も最初は内部争いだなと、はい、最初にねそういうのがこう顕在化してきた時はそれぐらいでしか見てなかったんですけど、はい、僕がね、いやでもこうそういうなること自体はやっぱその組織とか内部に問題があるだろうと、それ誰でも考えると思うんですよ、はい、そうですね、しかも僕それをねそこまで今ほどでもなく、ちょっとねなんかツイッターとかフェイスブックとかに書いた時のそのねもうその工作についてもそういうのもううわー寄ってきて、ほんでもうほんとクソですみたいな感じでわーってね、ネットワークど真ん中みたいな感じのなんかうわーって湧いてきて、はい、それがもう湧くやつがまた湧くやつ呼ぶみたいな、うん、っていう風のを1回2回じゃなく見るにつけ、うん、あもうなんか日本を助けるというコンセプトを持った組織ではなくて、もうただなんか自分たちを崇めたり、自分たちを崇めたい人を崇めたり、自分たちの組織をただ批判は全部デマ、俺たちは素晴らしいんだっていう風に正当化したいだけの、もうそういう組織にしか もはや見えないですね。あ、なるほど、はい、今は結構面と向かってもうちょっと信用するの無理やわみたいな。だからまあ僕もこれもあったことないんですけど、はい、NHK 党ってやつあったじゃないですか、はいはいはい、あれもものすごい私は嫌ってた、うん、はい、ところがある。立花さん、あの人会ったことないんですよ、うん、幹事長は、はい、昔からいきさつがいろいろあって、はい、もうの超絶こう嫌というか嫌いなんですね、はい、っていう感じで、まあ、闇もよく見てたっていうのもあるわけなんですが、まあ、それもあって嫌ってたんですよね、うん、でなんだけどそれも結局、まあ、最初はやっぱそれなりに人気が出たんだし意味があったはずだと思うんですよ、はい、でそのガーシーだっけ、それもね、はいはい、人気が出てその芸能界の闇を暴くみたいな感じでやってて、うん、まあ、今やね裁判になっちゃったけど多分それが評価されてた面はあったと思うんですよ、うん、でも結局増えてって議員が増えてたりいろいろするともう打ち毛なって、で自分たちの目指したい人の目指したい願望だけが前面出て、でもほとんど今も崩壊してよく分からなくなっちゃったと、うん、結局なんか同じような系譜をたどってるような気がして、しょうがない、ね、NHK 党と参政党がある意味同じ系譜をたどってる、はい、同じような系譜をたどってる。そっから今度またね、まあ、立花さんと、ね、吉野さんもこの前なんかあったみたいなこと言ってましたけど、はいはい、まあ、そんなに連携してなんか動くっていう風ではないんだと思うんですけども、はい、なんかよくわからない流れだったんですよね。確かにそうですね、立花さん、吉野先生、武田先生対談というかなんか会いましたみたいな、うん、ツイッター見た気がしますね、はい、もう私はね、まあ、その武田さんとも会わせてもらったし、その吉野さんとはまあ古い仲でもありますし、高尾さんとも食事とかさせてもらったこともありますから、そこはまあ、あのこれからも緩くお付き合いさせて、はい、いただければなというふうに思いますし、他にもコロナのこととかね、日本のこととか言ってる人、比較的考えが近い人はいろいろお付き合いさせていただければなというふうには思いますけ ど誰でも彼でもって感じじゃないかもしれないですね。うん、そうですね、宇都宮先生も直近のツイッターで参政党の公設秘書自殺に関わる娘さんの書き込み、はい、および赤星との相談内容、はい、どこから出てきたかは自分で洗って当事者家族にここまで言われてまだ正当化してる組織って何、この党はもはやスパイと工作人だらけでも何もしない人たちを引っ掛けるための組織でしかない、まあ、炎上させようとしてますね。ある意味自民党より立ち悪いといや、まあ、あんまり言ってもしょうがないんでしょうけど、でもそこまで、まあ、僕も言ってますからね、そのね公設秘書の方が、まあ、自殺されて、私はその方と会ったことないから、うん、これはちょっともう全く激突としか言わないですけど、まあ、たくさんのねアムの人とか武田さんとか赤尾さん も含めて、うん、まあ、いろいろ相談乗ってたということはたくさん聞いてるわけですよ、うん、まあ、それからねお亡くなりになっちゃったと、でそこから、娘さんが公式にですねもう関わりたくないというのを、うん、まあ、発表した、うん、はい、それを、まあ、それも決しちゃったんですけど、はい、そうですね、加賀塾さんっていうところのフェイス、はい、公式フェイスブック、はい、ツイッター読みは分かりますけど、うん、もう恨み節しか実際書いてないような内容で、うん、でそれをその相談してたっていう内容を参政党の中でも、まあ、資料としてね、はい、まあ、保管してたっていう状況、はいはい、なんですが、それが結局どっから誰が流出したかちょっと分かんないんですけども、流出内部上も流出したという形になってて、でそれがですね今ネットの中 SNS の中に、私がこれを引っ張ってきたわけじゃなくて、もう
SNS の中には結構流れてる資料なんですよ ね、うん、そうですね、これこの加賀塾さんの Facebook で、はい、もう神谷宗平氏関連の事業には一切関わりたくないと、うん、またそのこの赤尾さんへのメッセージですかね、はい、平岡さんからのメッセージで、はい、だってこれが偽物だったら、うん、赤尾さんとかその平岡さんがこれは嘘の資料ですって言えばいいだけの話でそんなのも当然チェックされてると思うんですよ、うん、その人たちは、うん、それを周りの人特に参政党の人間たちとかが勝手に決めつけておかしいとかっていうものじゃないはずなのに、もうだからそういう痛ましい話があっても、もう自分たちの嘘となんかを正当化のために動いてるって言わざるを得ないですよね、うんうん、これこれ一つではなくてもいっぱいそういう案件があるわけじゃないですか、うんうんうん、そのね、あの幹部の人もちょっと名前言わないけど、ね、言ってました、手伝ってね失敗だったみたいなこと言ってましたけど、その後にまだ確かにそう自民党とかね立憲とか公明とかと比べると小さい組織かもしれないけど、その問題っていうのは今の日本がおかしいとか社会がおかしいとかっていうふうに思った人のそのゲートウェイに結構なってるんですよ。確かにそうですよ ね、コロナ禍とかで問題持った人たちを囲ったのがある意味、うん、それをもう今の状態、うん、むちゃくちゃの方向に持っていこうとしてるっていう、うん、だから目を積もうとしてるようなもんですよ。なるほど。という意味においても既存の政党より下手たち悪いと思う。あ、なるほど。今の状況はもう問題意識を持った国民をもはや悪い方向に持ってってるっていう点で、はいはい、もはや既存の政党よりも立ち悪いと僕はそう思いますね。でもそうやって書いちゃってますから、はい、そうですね、ツイッターで、それの右バージョン、政治でいう右バージョンが今参政党になってしまってて、うん、左バージョンが令和になってると思ってるので、あ、なるほど、はい、両方とも独裁みたいなことはね、まあ、内部と抜けた人たちはもう本当同じことを言ってる。でそれはもう実情いろいろ聞いてるので僕もそう思うんですよ、うん、その手前の小さい大きい既存政党がある前の手前の小さい政党で、まあ、そことの違いを打ち出してるっていう、ここが一番独裁じゃもう、うん、もう未来全然ないそういう状況になってますよね。だから もうちょっとそういうね、右でも左でもそこを見てる、でそこにこう勝手な淡い期待をしてる人っていうのはそうじゃない情報とかもね、うん、はい、まあ、見てもらいたいなと、うん、まあ、それをね、うん、まあ、社長も出してるっていうことになると思うんですけど、うん、そうちょっともうちょいそういうのを見てもらいたいなという気はしますね。なるほど、はい、右の参政と左の令和どちらも独裁で目覚めたじゃないですけど問題意識を持った人たちをわちゃわちゃやってしまっている現状だと、真実とかって言っとけばすぐにこう自尊心が満たされるみたいな、うん、そういうのなんか利用してるようにしかぶっちゃけ見えないです。うん、なるほど。